ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。ということで本日もバーホリエモンチャンネル、素敵なお客様をお呼びしまして、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。バーホリエモンチャンネル開店です。昨年の北米ユニティブームってのは何なんですか？北米ユニティブーム、はい、大野不動産っていうふうにコメント。いやいや、別にそれ今に始まったことではないですけどね、ずっとそのこういう右肩上がりで、どちらかというと北米だとまあ大体行き尽くしてる感はありますよね。あ、そうなんですか。あのゲーム業界はほとんどこう制覇してるような感じで、うん、それ以外の産業で最近は使い始めてる。なんかだから昔の、CD-ROM とかのマルチメディアコンテンツを作ってたあのマクロメディアディレクターとか、そういうのに近いですよね。なるほど。あれがなんか 3D でコード化しちゃったみたいな、ちょっと標準になってきて、うん、で、オキュラス用のフィルターというかがあるので、あのもうすぐオキュラス対応できちゃうところが、なかなかこれまでにはあ、こんなことになってるんだって、であの時に思って、なんか急速にこう VR 会話の人たちとつながりができてしまったんですよ。そうですね、まあ、それが約1年前ですけど、そうですね、本当に1年前ですね、はあ、まあ、それからいろんなね動きが、ハコスコもできたし、オキュラス DK2 もできたし、はい、あのいろんなコンテンツがね、新しいやつやってきたんでしょう。あ、そうですよ、新しいやつもやってきたんですよ、この前。あ、またさらに DK2 の次のバージョンで、はいはいはい、クレッシェントペイってベイってやつなんですけど、はい、それが今度来年の、来年発売されるコンシューマー版ですね。はあ、一般用に売るために僕らは初めて体験してもらえ、うん、させてもらえたんです。はい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 、すごいですよ。その DK2 はすごいと思ったんですけど、うん、DK2 のこれ何がいいかっていうと、ポジショントラッキングって自分がこう いる場所が分かるような、今までは DK1 だとこうやって回転するだけだって、うん、でこれを一応できるようになりましたっていうのは DK2 なんですけど、うん、これがちょっとでもずれるとガクってなってたんですよね、うん、DK2 の場合、うん、でそれ今度 そのクレッシェントベイっていうのがもうほとんどずれることなくて、うん、もうここにいるとしか思えないぐらいの追従性なんですよね、うん、で、まあ、目の前になんか宇宙人がこう話しかけてくるんですけど、目を追うんですよ自分がね、こうやると、うん、そうすると本当にそこにいるようになって、逆にちょっと気持ち悪いって感じで、こっちでずっと見られてる宇宙人にみたいな、怖いです、正直なんですよ。いくらぐらいになるんですかね。いや、でそこら辺があれですよね、焦点ですよね。だから Facebook に買収されたってところも、やっぱそういったその資金をいっぱい使えるってところではかなり安くできるんじゃないかな。あ、もう大量生産しちゃって、はいはい、この DK2 でおいくら？これ350ドルです。日本で買うと、まあ、送料も、まあ、350ドルだとね、はい、ちょっとやっぱり一般の人たちは手が出にくいですよね、まあ、うん、100ドルとかだとね。いや、あとね、 PC も結局あ、そうですね、なんですよ、はい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 、これ実は今 DK2 対してもあの試してもらったんですけど、はい、実はまだパワー不足で、うん、あの最終的にプロでもきついと、はい、だから結構きついね。このぐらい その分厚いやつのことでないと、うん、はい、ゲーミング PC じゃないと、そうそうそう、最高のパフォーマンス出せないんですよね。 G-Tune とかね。そう本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました藤井直孝様開発の手軽に VR を体験できるハコスコが付録についた堀江貴文編集長 X リアリティが絶賛発売中です。次世代コンテンツを体験したい方はぜひチェックしてみてください。そして伊藤誠様が所属されているユニティは手軽に開発環境を作れるエコシステム、これからますます勢いを増す VR 業界を牽引しています。今最も熱いユニティ大注目です。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。雨降る日でも風吹く日でも流した汗はきっと笑ってくれる。高く高く。登録はこちら YouTube チャンネルのよろしくね。